はい、先好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。はい、今回はカクテルパートナーの、オーシャンブルーフィズです。オレンジ&ソーダテイストリキュールを加えたものみたいですね。しかもオリジナルカクテルかい？オリジナルカクテルかい？普通にあるカクテルだと思ったじゃないか。果汁が 1% のアルコール度数 4%。フィズ。オーシャンブルーフィズのフィズですね。フィズは炭酸の弾ける音から名前がついたカクテルスタイル。オーシャンブルーフィズは、懐かしいソーダテイストの爽快なカクテルです。だそうです。それじゃあいただきたいと思います。オーシャンブルーフィズって、でもブルーフィズは普通にあるんじゃない？うわ。ソーダ味ですね。ソーダ味っていうか、ブルーハワイっぽいな。オーシャンブルーフィズ。カクテルガイド。あ、ラムネだ。あれ、一応あるんじゃねえか。ググったらあったぞ。作り方が。ボルスブルーっていう青色の、あれですね。リキュールと、ウォッカ入れて、あと、レモンジュースと、三ツ矢サイダー。ああ。なるほどね。うん。ここには、オレンジって書いてるけどな。オレンジ果汁って書いてるけど。まあ、多分、レモンでもオレンジでもどっちもいいんちゃうか。うん。もうどう見てもこれがただの三ツ矢サイダーですね。三ツ矢サイダーに多分、ウォッカ入れただけじゃないかっていうレベルの味しかしないんですけど。これは一体、わずかに、オレンジの味がする気もするけど。まあ、まずくはないですね、全然。てか、三ツ矢サイダーは俺好きなんで、美味しいですけど。でも、はっきり言って味はもう三ツ矢サイダーの味しかしない。のは間違いない。ですね。久しぶりにマイルドセブンのメビウス。あれから1本しか吸ってねえな。そういえば。メビウスのスーパーライト。まずくはないんだよな。結構甘い。味わってみると、まあ割と、甘い香りなんだよね。ボルスブルーっていうのがカクテルなんですが、ちょっとこれググってみましょうか。ブルーカクテル。これ何なんですかね、このボルスブロー。ブルー。1575年にルーカス・ボルスによってアムステルダムで誕生したボルス。果汁をはじめとした天然材料から生まれる高い品質とバーテティングの様々なニーズをもとに開発されたボトルデザイン。なんどうでもいいんだ。ああ、いろいろあるんですね。クレームド加湿のボルス。まあ、メーカーみたいなもんですかね、これね。ボルスっていうのね。ストロベリー、ピーチ、ペパーミントグリーン、マラスキーノ、トリプルセック、ドライオレンジ、ブルー、チェリーブランデー、アプリコットブランデー、クレームドカカオ、ブラウン、クレームドカカオ、ホワイト、パル、フェタ、ムール、スロージン、メロン、グリーンバナ、アドボカート、ヨーグルト、ライチ、キルシュ、ラズベリー、コーヒー、グリーンティー、クレームドバナナ、ココナッツ。これ何個あんだよ、これ。これ何個あんだよ、これ。もういいわ。うん。もう腐るほどあるみたいですね、これね。ボルスシリーズ。大体、まあ、いわゆる甘い系の、色が結構個性的な。腐るほどあるみたいですね、これね。でも基本的に使うのって言ったら、この、やっぱ色目的で使う感じはありますね、これね。カクテルのね。俺の中だと。メロンとかね、この緑色とか、その青色とか、で、アルコール度数がだいたい 17% か 24% がだいたい多いみたいですね。うん。まあ、いわゆる甘い系の、まあ、そういう系の、お酒。というよりも、カクテルのレシピに使われる、そのまま飲むことはまあないでしょうね。そのまま飲むことはまあないでしょう。カクテルを作るためにちょっと使う。やつですね。なるほど。ああ。結局こういうのって、ほら、なんか勝手に適当にオリジナルカクテルとか、ほら、色鮮やかな。オリジナルカクテルとかあるじゃないですか。何色にもこう層がなってて、こう、3層、4層とかの。ほとんど遊びですよね、あれね。オリジナルスーパー、なんか、レインボーカクテルとかね。わけわからんでしょ。ほとんど遊びですよ。確かにカクテルに色は、ね、まあ重要かもしれないですけど、そんなね、もう何層にもして、ね、うまいかって話ですよ。うまいわけがない。レインボーにしてお前何が楽しいんだよって。絶対まずいだろ。もう何がどんな味か全然わかんないと思う。まあわかる。まあ一層一層飲んでいけばわかるんだろうけどな。一層一層飲んでいくんだったら何の意味もないだろ。そもそも。もう見た目がまあね、ギャルがキャーキャー言うぐらいの感じじゃね。うん、ツイッターにこのやつを飲んでる人がいました。ツイートがありましたが、カクテルのパートナーのオーシャンブルーフィズ飲んでるなう。フィズって響きが良くて買ってみたけど当たりだわ、かっこ笑い。ソーダテイストって書いてあるけど、これ完全にソーダだよ。飲みやすい、終わった。だそうです。もう飲みやすいっていうレベルじゃないでしょ、これ。だって、これ酒である意味あるのかっていうレベルなんですけど。個人的に。ただのさ、あれ、何度も言うけど、ただの三ツ矢サイダーだよ、これ。なんか三ツ矢サイダー飲んでたら酔っ払ってきたみたいな、そんなレベルですよ。あれ、これ酒入ってたのっていう。うん。もういいや。これ以上飲む気はない。はい、三つ星。もう、これは、どうしよう。これ二つ星にいいか、これ。二つ星にする。それではご視聴ありがとうございました。